長井発次1月20日から1970年8月15日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将。茨城県出身。長井八郎の逸尾として生まれる。水戸中学校、陸軍中央幼年学校余科同校本科を経て、1921年7月、陸軍士官学校を卒業。同年10月。 不評少尉に任官し不評、第25連隊付となる。陸士生徒隊付などを経て、1931年11月、陸軍大学校を卒業し不評、第25連隊中隊長に就任。1932年12月、陸軍省軍務局付勤務となる。以後、軍務局会員、参謀本部付青ぐ付などを経て、1936年8月、 不評調査に昇進し、関東軍司令部付に就任。関東軍参謀を経て、1938年7月、不評中佐に進級し、軍務局会員となる。1941年3月、陸軍大佐に進級し、軍務局付となり、同月から4月まで、松岡洋介外省随員として、欧州に出張した。同年6月、 島派県軍参謀に転じ日中戦争に出生した。1943年7月、参謀本部暴力課長に移動。参謀本部員を経て、1945年2月、軍務課長に就任し、同年3月、陸軍少将に進んだ。同年5月、火傷の重傷を負い同年8月まで入院した。1945年8月、 東部軍司令部付けに発令された。同年9月2日、米戦艦、ミズーリ艦上で行われた、幸福文書調印式に、日本側全県代表随員として参加した。同年12月、予備役に編入となり、同月から1946年4月まで第1、副院員長及び副院長、第1副院局の資料課長を務めた。ありがとうございます。